ニコラ・ド・グリニーは、フランス・バロック音楽の作曲家、オルガニスト、ランスの音楽家一家に生まれる。ニコラル・ベーグに作曲を学んだ後、パリ近郊のサンドニ協会に1693年より、奉職。1696年に、ランスに戻り、同地のノートルダム大聖堂のオルガニストを没年まで、務めた。1695年に結婚し、1703年に、 休止するまでに7人の子を設けている。唯一の現存作品が1699年のオルガン曲集第1巻プルミエリ・ーブル・ディ・オーグで、これには様々な典礼に利用されるオルガン曲が入っている。その内容はミサの伴奏に使われる組曲が1点と5曲のグレゴリオ聖歌を低戦律とした対位的な商品集となっている。 バッハはこの曲集を高く評価して筆者譜を作成したほどだった。おそらくバッハ自身のクラウィア練習曲集第三部にも何らかの影響を与えているものとみなされている。グリニーの作品はフランスバロックのオルガン音楽の近似等に位置している。音楽的な知識の広さや宗教的霊感の深みにおいてグリニーと争うことができるのはフランスワクープランカ。 ルイマルシャンの両者であろう。ありがとうございます。